すっぴんやばい、真面目なすっぴんです。やっぱ黒だと白飛びするな。ね、ちょっとミスりましたね。これはドスッピン、ドスッピン。しかも髪の毛の羽が気になる。恐ろしい。こんにちは。こんにちはなのかな。もうドスッピンだよ。何もエフェクトがかかってないよ。怖いよ。おはようございます。髪の毛の羽が怖いよ。ドスッピンと言いつつリップだけ塗ってるリップ命なので私。初めてのメイク配信固定する。あ、固定できない。あかん、流れていく。オッケー。髪は確かになんかすごいさ、明かりがなんかめちゃめちゃわかるね。ドスッピンでも可愛い。そんなことない。だいぶ印象が違いそうな気がしますが、どうでしょうか。さあみんな来たかな。じゃあそろそろね、始めていきますよ。もうね、適当にね、いきますよ。もう下地じゃない、あの化粧水とか乳液とかは済ませてるので、てか赤み気になるな。済ませてるので始めます。なんと私メイク道具がここにね、ほぼほぼ全部ね持ってきたんだけど、そうなの、こんなにいっぱいあります。写し方ね、しかも置き方雑すぎるもっと綺麗に畳めばよかったと思った私です。さあ、でね、どんなメイクしようかをね考えてて、そうなの、めちゃめちゃね下地とかねファンデをねこれぐらい持ってるんですよ。そうだから、そう、とりあえず下地は決めてるので下地は塗ります。よし、すごい、いやでも多分これぐらい持ってるよね、割とみんな女の子だったら。下地は最近はラロッシュポゼを使ってます。ピンク、ローズピンク、トーンアップロージー。私は花粉の敏感肌なので適当にこれを塗ります。適当感がちょっとやっぱさ、髪の毛さ、やだ、眉毛全開にすんのやだ、めちゃめちゃやだめちゃめちゃやだちょっと微妙なラインちょっと出しすぎた。お手手で塗る最近は。眉毛全開にするのがすごく嫌なので、今実はあの眉毛を調整中で再度、そうだからちょっといつもよりもねあんまりね整えてないんですよ。だからね微妙にいつもよりも濃い、まあわかんないと思うけど、うん、これアーカイブ残す予定でいるけど、どうでしょう。残す予定ではいる今のところ残す予定でいます。塗っております。思ってる以上にめっちゃ汗かいててびっくりしてる。ちょっとティッシュ抑えよう。ね、落ち着いたら眉サロン行きたいですね。私もちょっと行く予定でいたんですけど、初めてね。でもなんかやっぱりこんな状態なので眉サロンの方でも自粛とかになっちゃってて全然行けなくなっちゃって悲しいですね。いつからメイク自分で始めたの？ AKB 入ってからですね。12歳かな。いつもは前髪止めますか？止めます、もちろんちょっと眉毛へのコンプレックスが今半端ないので止めておりませんよし、下地が塗れたよ。どうしよう、ファンデどっちがいい。私はあのお仕事の時とあの全然メイク、お仕事の時と違って普段の時、お仕事の時はこのディオールスキンフォーエバーフルイドグローリキッドファンデーションの 0N を使ってます。でお仕事
じゃない時は、最近はこれちょっと買ってみた、バントエアータッチ CC クッションライトベージュと、あとこれも使ってる MIMC ミネラルリキッドリーファンデーション101アイボリー。でもこれはあのこれだけで使いたいのでこれは使いません。今日はどっち？あともう一個も持ってるよ。これはキットで買った RMK のクリーミーファンデーション。どっちにする？シュルだって。どっちにしましょう。白？こっち？こっちにする？じゃあこっちにします。これ本当にあのディオールにしよう。あ、ディオールにする。え、どっちにする？え、ちょっとじゃあこっちにし、とりあえずこっちにします。最近買ったばっかりなのでね、あんまりね使い心地は分かってない。めっちゃ出てくる。そう、めっちゃ持ってめっちゃってほどでもないけど、もっと集めてる方は多分持ってるんだろうけどね。そう、でこれはあんまりカバー力は本当になくて、でも私普段使いはカバー力あるのはあんまり求めてないので、適当にベシベシ塗ります。私は結構なんかステージ立つときはもっと紫の下地入れたりとかするんだけど、普段使いはそんなにしません。私紫の下地をここと顎はしないかとかにしてます。あんまり本当に、そう、これはあのおうち時間用にメイク配信じゃないわ、違う、メイクしなきゃいけない時用に買いました。おでこもちょっとね。ちょっとねツヤっとする。ラロシュポデ自体が結構ツヤ系なので、私は乾燥肌なのでツヤとかの方がね合いますね。マットだともうガッサガサになっちゃう。紫の下地はハイライトの代わりっていうわけでもないな。紫の下地はこれ使ってます、キスのコントロールカラーベース、こういうチップになってるやつ、こことこの辺ちょっとでも明るくしたので、ね、この辺はでもハイライトも別で使ってる。でコンシーラーはミシャのザコンシーラークマピンクっぽいね。なんとなく変わってきた。本当わかる。私クマは結構ひどくていつもねクマと戦ってるんですよ。この辺にねちょっと内側のクマがひどくて戦ってます。コンシーラートン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 ってします。結構いろんなの使ってきて、私はこのミシャが好きですね。あのザセムと結構似てる感じなんだけど、ザセムだと色があの明るすぎるので、結構でもまだねクマ消しに関してはねちょっと勉強中。コンシーラー同じの使ってる。嬉しい。一緒一緒。このここなんとかここを明るくしたいという気持ち。今あのポーラのコンシーリングパウダーみたいなのを私は狙ってますね。もうこのアホ毛が気になるね。そしてちょっとなんかもうちょっと足りないなってところに、私はこのもう使いすぎてさ、なんだか何がなんだか分かんない、イプサのクリエイティブコンシーラー EX の真ん中のピンクをちょっと足します。ポンポンってもう手でやっちゃう。ポン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 ってしてコンシーラー塗って、ポーラのコンシーラー使ってる。綺麗に消える。あ、本当？買ってみよう。ちょっと私試してみますね。パンパンパンってして、これと同時にこの一番下を使ってこの辺の鼻の横の赤みも適当に消します。
適当。なんかメイクの本とかを見てやる日もあるし、もう適当にベイベイベイってやる時もあります。ちょっとこの辺は赤みが私気になるので、ちょっとハイライトチックに最近入れてみてるけどよくわからない。ほい、アホ毛大丈夫？めっちゃ心配してくれるやん。でそしたらね、ちょっと仕込む、いやいっか、今日は仕込まなくていいや。そしたら私は NARS の、もう壊れてる NARS のライトリフレクティングセッティングパウダープレスの方ですね。リフコプレス、もうね古い、もう底見えをパフで、ちょっとサラサラサラっとこの辺、目とか、目と眉毛もちょっとね後でやるのでね、ペペッと塗っといて、で、ま、大事、ここ大事、おでこ大事、おでこにもやる。はい、せいちゃんの底見えコスメこれ底見えあんまりね私してないんだよね、結構色いっぱい持ってて。でもじゃあ今日は底見えしてるアイシャドウを使いたいと思います。この辺ね、この辺ですよ、この私は T ゾーンのこの辺と、ここ、ここ粉、他はもう乾燥肌なのでしません。この辺は眉毛にもするよ、の方がなんかメイクのメイクしやすい気がする。はい、じゃあ問題のね、ここで眉毛に取り掛かってきますよ。私本当にあの眉毛がね本当に濃いんですよ。で個人的に眉毛のメイクとしましては薄く見えたいっていうのが一番なので、そこで登場するのはこちらエクセルのパウダーペンシルの、これ何？ PD07 だそうでございます。でまあとりあえずこのね、なキャップどこ行ったんだろう、最近だキャップが割れ始めちゃってどっか行っちゃった。でこの眉毛をまず溶かして、ちょっと眉毛は今ちょっと育毛中、この辺育毛中なので、私結構眉尻を伸ばしてて、眉尻伸ばしてる方が顔の横幅を隠せるみたいな、隠せるじゃないけど、最近なんか逆に小顔に見せるために眉毛を短くしようみたいな流行のをいろいろなところで見てるんですけど、私は逆に伸ばしてて、ちょっと眉毛汚いんですけど今。横にこの下の毛を上にしてから横に流したいなっていう気持ち、こちら辺は普通にこう溶かしていく気持ちです、気持ちで。この眉、逆に眉尻明るい色で描いた方が描かないよりも薄く見える気がしてて、なんかいろいろやっててね。そうで眉尻をちょっと足りないとことか、こうちょ見づらダメだダメだ、鏡見ます、全然見えなかった、配信画面で全然見えなかった。眉尻をちょっと描く、私は伸ばし目が好き。描くで、ちょっと左右対称じゃないのでね、ちょっと左右対称感を取って描く、眉尻だけペンシルで描く。あ、全然うまく描けないや、ちょっとこの時本当にいつも手鏡じゃないから、ちょっとここに鏡をねセッティングしてるので鏡を見る、眉尻を描く。パウダーでやる時もあるんですけど、パウダーでやるときはこのエクセルの下地を塗ってからパウダーをね、なんかこういう
どれだ、あ、こういうパウダーをねポンポンってこの辺なんか混ぜてポンポンってするとすごい持ちが良くなるからおすすめです。最近はでもこのペンシルでやるのが好きなので、はい、やってます。そんな感じ。せいちゃんおはよう。ちょっとなんか自分のメイク解説、あ、でこのパウダーね、ちょっとだけ眉尻の方に向けてちょっとぼかす気持ちで、なじませる気持ちでちょっとやってやって、そうで、これは溶かします。結構ねもうねなくす気持ち、若干しか残さねえぜって気持ちで、もはや書いた意味なくないみたいなノリですね。こちらさんはちょっと無言になっちゃうよ。よし、そうしたらそうしましたら、もう眉毛もう本当に薄く見せたくて、もういろいろ試してて、最近までの好きだったのはこのエスプリークの眉色カバーっていうのの 30CBR30C っていうのが好きで使ってたんですけど、ちょっと最近いろいろ乗り換えまして、一番薄くなるのこれ、デジャビューの最近のやつが一番薄く見える、デジャブアイブロウカラー1アッシュブラウンが一番薄く見えて、でもあんまりあのなんか浮かなくて好きでした。でも今日はちょっとピンクっぽくしたいので、このエッティセの新しく出たアイエディションブローマスカラ02、これはアッシュピンクかなんかだったな、この色すごく可愛いので、めちゃめちゃ気にしてるんですよ眉毛眉毛って言われるのそう眉毛薄く見せたい、とりあえず。そうで、これをちょっとこうね余分な液を取って、はい、取って、そういうのってどうやって探してくるの。私結構あのツイッターを見てて、ツイッターのコスメを語ってる赤さんがいるんですけど、そういうのを見るのがすごく好きでよく見てます。で眉毛はちょっとこの辺だけチャラチャってやってから全体を塗りますっていうのを最近やってる。こう逆眉毛を逆毛っていうか反対からやるのは眉頭だけみたいなのをちょっとやってて、でちょっとやりづらいな。で毛流れに沿って、あ、ちょっと前髪が止まってないともうやりづらすぎる。こうなんか下からこうなんかマスカラするようにやるといいよって書いてあったから、ちょっと最近試してる。でも本当に眉尻は上に上げたいので、上げ目にやる。ちょっと参考になるか全くもって分かんないですけど、私の最近のメイクです。結構綺麗にねしたいので、綺麗になれという気持ちを込めてやっております。眉毛さん綺麗になってねっていう気持ちです。あ、めっちゃピンクになった、嬉しい。やっと見て、結構色違くないですか、ピンクって。ピンクではないか、なんかベージュ感出たね。ちょっとなんかふわっとしたでしょ、ふわっとした感じしない？めっちゃ丁寧。そう、めっちゃこの色本当に可愛くて、アッシュピンクおすすめです。メイク時間私1時間超える日もあると思う。全然めっちゃ丁寧に、もう綺麗にしたくて、汚くなるのが一番嫌で、綺麗にやっております。全然違うね、ありがとう、その言葉を待ってたで反対側もね
こうちょっとこうやってね、ちょっとでも今眉毛の毛もすごい伸びちゃってるから大変よ。眉毛は本当に結構切ったりとかしてたので、今はちょっと調整中なので何もしてないというわけではないんですけど、あんまりいつもの 1.3 倍ぐらい眉毛が主張されています。すごい角度で、私すごい角度でやってるな。キャー、あ、待って、地肌についた。終わった。悲しいよ、地肌についちゃったよ。綺麗になれ。最近やっぱりふんわり眉毛っていうのが流行ってるので、ふんわり眉毛になりたい。 1.3 倍濃いから、もうちょっと普段は薄いのでそこめっちゃこう強調するスタイル。ペペッと取ってちょっと流して、はい、流れて流れて、はいはいはい、いいかな。ちょっと飛び出たところが意外に大変だよ。はい、ということで眉毛こんな感じ、ちょっと薄くなりました。はいあの失礼ありがとうの時はこれ使う機会が多かったかもしれない。ピンクっぽい感じにしたかったので、はい、そうしたらまつげをあげるよ、うん、まつげをあげます。まつげあげるのは根元からしっかり挟んで下に行くスタイル。でも最近これのやり方がねちょっとよく分かんなくなってきて、だんだんよく分かんなくなってきている。あ、私ビューラーは資生堂です。資生堂大好きマン大好きマン。なんかいろいろ使ってみたんですけど、本当にちょっと資生堂に近いしい感じのシュウエムラとか使ってみたんですけど、あんまり合わなくて、やっぱりなんかあかりんさんとかも言ってるんですけど、資生堂が私一番好き。そうちゃんと結構本当に目頭とか本当にあの難しいので、もう2度3度4度5度とまつ違うビューラーの角度を変えて、もうとにかく全部の毛を上げてやるぜという気持ちで上げてますやばい。で、目尻はあのビューラーの向きを変えてこっち側でこうしてる、こう挟むとすごく上がるので私は好きです。本当にここら辺だけ使うの、めっちゃ上がるの。上がった、すごい。まつ育しないの、ちょっと私ね19歳しんどいすぐ年齢のせいにしたがる。結構ビューラーもね時間かけてる気がする。なんだかんだ本当になんか最近時間かかりすぎてて怖い。とにかく手間を惜しまない私、そういうスタイルです。綺麗に全体的に上げられるまで時間をかける。見えるかな、とりあえずこんな感じ。結構バシッと上げる私は。ちょっともうちょっと目尻上げたい。キャー、画面で私鏡しか見えないっていう画面が結構続きますね。
でもまあこの辺でとりあえずこっちしてないまつげ、結構直毛なのでこっちしてるまつげ上がってるけど全然見えないね。一つ一つ丁寧にやります。時間かけるイコール女子力で本当に言ってるどうなんだろう。でこちら側もやっていきます。最近化粧に興味持ち出したけど男性用の化粧品ってどこで売ってる？ロフトとかでも最近売ってるくない？なんか昔は、昔じゃないですね、ちょっと前まではデパート系の3とかでも結構取り扱ってたイメージだけど、最近はロフトとかでもなんかコンシーラーとかよく売ってる気がする。上げてないの生かしたメイクもありかも。そう、私あの普段というかあのお仕事をしてなくてあんまりね、あのね、気が乗らない日はまつげ上げませんまつげ上げないと本当に時間かからなくて楽で大好き。上げてない時の方が多いかもしれない。割と今日はせっかくなのでね、上げてますよ。本当にね、まつげがね変なところから入ってて、私なんかまつげがねやばいの、二重に生えててこの辺めちゃめちゃ扱いづらくて、私のまつげ大変です。毎日戦って格闘してます。せいちゃんまつげ上げてからアイメイクするの？そう、まつげ上げてからアイメイクするスタイル。なんかまつげを上げずにアイメイクをするとなんかなんだろう、あ、ホットビューラーそう、まつげ上げずにアイメイクするとなんて言えばいいのかな、そう、あのビューラーにアイシャドウが詰まっちゃったりとかするのが嫌で、まつげ2倍でお得じゃないんだよ。なんかねすごいね、あの扱いにくいのよ。眉毛とまつげと格闘、そう、私毛と格闘してて本当に毎日あの毛をどれだけ綺麗に見せるかと格闘してますね。アホ毛どうすんの、どうしようもないよもうなんだっけ、私もアイシャドウからビューラーでやってたんですけど、あかりんさんかな、あかりんさんの本を見て、あ、ビューラーやってからアイシャドウやるんだっていうのやって、そうでれん赤くなったので、私ホットビューラー命で、本当にホットビューラーに命かけてるホットビューラーは下に3秒ぐらい当ててスーッと上げて、ちょっと中側に持ってきてスーッと上げてくるんとちょっとしてあげて、3秒じゃないか、5秒ぐらい当てた方がいいかな。ホットビューラーに命をかけるいつもなめなめでホットビューラーしてる、なめなめになっちゃう、ホットビューラーすると。しかもさっき電池交換したばっかりだから、もうすんごい火力すごいみたいな。頑張ってます。ホットビューラーを頑張ると、あ、めっちゃ涙出てきた、本当に涙出ちゃうんだよね。ホットビューラーを頑張るとマスカラもしやすいし、めちゃめちゃ大事、本当に私のメイクプロセスの中で一番最初に思った、大事だなって思ったこと。いつから使ってるんだろう、ホットビューラー。めちゃめちゃ大事です。あげる、ほら全然違くない、しっかり上がってる。でちょっとこの時点で下まつげもね、ちょっと下に
下げる、放射状に下げる。という感じでございます。はい、ホットビューラー、これはパナソニック普通のやつ、特に可もなく不可もない普通のやつです。なんかいろいろ使ってみて、これがなんか一番ベーシックで使いやすいなと私は思ってるので、ベーシック好きですね。左って本当にやりづらいよね。すっごい角度で今やってますすごくない？もうなんか毛をいかに綺麗に見せるかに命をかけている。こんな感じ。ホットビューラーするとより綺麗になります。もう泣いてるここからアイシャドウ、イエイ。長いね、本当にメイク配信長いですね、結構ね。はい、そしたらみんなが使っているこれ、やっぱりこれが好き、キャンメイクラスティングマルチアイズアイベースです。で、普通に塗る。私は目尻に、あ、この時にまつげが外にあんまり逃げないようにするために最近はこう塗ってる。こうすると流れていっちゃうのでこう塗ってる。で、目尻も色を入れるのでここも塗る。ここまで塗る。うん、下は塗ってないです私は。よし、塗れた。めっちゃおすすめ。私あのこれとよくなんか出てくるのこれと これだと思うんですけど、私的にはこれだと結構崩れちゃってこっちの方が私は好きですね。でもなんか高発色、こっちでもそんなにあの崩れないような天気で、そこまで高発色じゃなくていい時はこれでもいいと思うと私は思ってる。さあ、私のほぼほぼ底見えコスメのない私の唯一のアイシャドウの底見えさん、こちらキャンメイク、ずっと使ってる、汚いなもんこれ。キャンメイクパーフェクトマルチアイズアイシャドウ04を使います。これはとっても大好き、これとっても大好きで、ここだけめっちゃ使ってる、永遠にここ。これは資生堂の、これなんでこの筆がめちゃめちゃ使いやすくて私はずっとこれを使ってます。04クラシックピンクじゃないかな、多分ね、多分そう、ずっと使ってる、めっちゃ好き。使用感たっぷり、そう使用感たっぷりでお送りします。結構全体的に塗ります。もうバーッと塗って、結構しっかり。大好き資生堂なんか本当にあの何ツール系は資生堂が大好きで、ベーっと塗って、アイシャドウ筆派です、もう大好き筆が。でも手で塗ってることもほぼほぼ、これは結構手で塗ることが多い。なんか何本当にそんなに重要じゃない、もう個人的にただ単にお出かけするときは手で塗るし、まつげも上げないしっていう。塗る、塗り塗りする。そして
こっちかな、この色で、この色とこの色をちょっと混ぜて使うのが好きで、ペペペッと出して眉ここにちゃちゃっとのせると深みが出る。私あのどちらかというとこっちに寄ってるので、こっちを伸ばしたくてこういうアイシャドウの縦割りグラでしてます。その色めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛いよね、大好きで縦割りグラでしてますね。もうペペッとぼかしながら手でペペッと、ちょっと彫りが深く見える見える気がする。そしてここであれですよ、涙袋。私の涙袋はビッセンのクレヨンアイカラーピンクベージュ BE の1ピンクベージュ、こちら3をここから涙袋のこのここからここに向けてちょっとキラッとする。これはねほぼほぼいつのメイクの時もやってる。ナイス、乗ってきたね、乗ってきた。ほんとここを乗せて、なんかちょっとメイクの手順いつもと違う気がするけど、まあいっか。乗せてペペッと乗せましたら、またこちらに戻ってきて、今度はこっち、こっちを乗せるよ。そう、さくらさんのメイクを使ってるっていうのを見て、あの私は使い始めましたね。結構メンバーのメイクのやつとかを見たりとかしてるから、このこっちのね側でこのピンクを入れて、ピンクを入れるとなんか幅が広く見えるかなみたいなペレッとペレッと入れます。で個人的には結構調和を大切にしてるので、あのこっちのチップを使って、ここさっきのせた上からちょっとなじませる感じで重ねるよ。そうするとピンクメイク、大人なピンクメイクができる。よ、こんな感じです。はい。で、まあ、やるときとやらないときがあるんですけど、ちょっと綺麗に見せたいなってときはこういうなんかハイライト、これあかりんさんの本命のブラウンのここのハイライトをここに入れると綺麗に見える気がする。めっちゃこのハイライト綺麗で、ここに入れるのすごい好き。本当は一番最初に下地に入れるんですけど、私はあんまり明るくしたくないときは最後にここに入れるのが好きで、ようやくまつげに戻ってきます。持ってる？ハイライトそこにいる。そう、ここに入れるの、ここに入れる。ここで戻ってきて、まつげに戻ってきて、私の大好きなエテュセラッシュバージュアップマスカラ下地、普通のマスカラ下地、赤のマスカラ、これを出してこうね、下からもうこうやってからスッと、すごい顔が映ってそう、こうスッと上げるとめちゃめちゃ綺麗に液がついてくれる。なんかキャンメイクの下地とかも使ったりとかしていろいろやってみたんですけど、私はこれがやっぱり一番好きだなってなって、何回もいろんなの買っては戻ってくるエキスです。大好き、この下地本当に好き。もうめっちゃ下からまつげをいかに綺麗に見せるかを勝負しているので、綺麗に全部全体的につくようにめっちゃ見る、めっちゃ見てつける強調がすごい。つける、こんな感じ軽めの、ほら、ほんと？ほら、なんか全然違くない？
そうめちゃめちゃこれ私大好き。すごい顔してそう。口がパサパサになってきたよ。そろそろリップを塗ってあげたいよ。あとここで私のなんかすんごい横に流れてる毛がこの辺にあって、それをこう持ってくるっていう重要なねやつですね。めちゃめちゃ丁寧にやる、丁寧にやることで綺麗に見せたいという願望です。もうメイクは綺麗さが命だと思っている。めちゃめちゃ丁寧に結構重ね付けてる。キャー、すごい顔じゃない多分今。キャー、大変ですよ私の顔が。めちゃめちゃもう一本一本確認するかのように塗っております。塗り残しがないようにね。これでもう本当に持ちが違う気がする。全然違う本当に。はい、こんな感じ。まつげで印象が変わる。いや、そう昨日のショールームで配信した時に、ま、あのアイラインは引いて出るねって言ったんですけど、アイライン結局引かずに出てきてるっていう。したら今日はちょっと可愛めにしたいので、少しねこのエテュッセの色違いですね、これ限定だったかな、茶色を塗ります。これは 下まつげ用に私は使うことが多々あります。下まつげはしょちょちょんしょしょっとしょしょっとします。下まつげはもうあんまり濃くなりすぎないように、繊細さが命。やってるとこ見ると参考になる。本当私もなんかいろいろな人のメイクを見たりとか雑誌読んだりとかして研究中です日々。このもしかしたら 2,3 ヶ月後にはこのメイクが全然違くなってるかもしれない。そう、なんか限定ものとかに結構弱くてすぐ飛びついちゃう。ささっとつけてる。やっぱ下まつげブラウンにするだけで気持ち柔らかく見える気がするので、割と全体的に今日は塗ろうと思います。はい、オッケー。細かいの、そう本当にめちゃめちゃ細かい。未だに研究中ね、未だに研究してるよ。そう自分の中の有効とかも本当にねあるので、日々ね全然違うメイクになっていきますね。ヘイ、そうしたらどっちに行こうかな。マスカラも本当にめちゃめちゃ持ってて、私が最近のお気に入りなのはこのうずモテマスカラの黄色 8番がお気に入りで、ちょっと最近使い始めたのは9番なんですけど、9番結構本当にボリュームなので強って感じになるから8番ぐらいが好きかなって思ってて、マスカラもめちゃめちゃ持ってて、これも好き、エクセルの紫のプルーンですね、プルーンのマスカラ、プルーンも好きで、これは結構前のモテマスカラのこのナチュラルさんっていうブラウンのやつも好きだったりとか、カラーマスカラもめちゃめちゃ持ってて、これとかフーミーラブリーマスカラ、テラコッタピンクとかね、あと結構
まつげを上げたいんだけどそこまで強くなくていいって時はこのケイトの赤のね下地っていうのがねすっごい使えるのよ。なんか可愛くて目地この下とかにやるのも可愛くて、上は普通に黒マスカラして下はこの赤とかの好きでいっぱい持ってる。もう手にいっぱい持ってる。で最近はこのエティセのエティセ最近新しくしたばっかりだからエティセのマスカラ黒も買いましたね。基本的にはボリュームもロングもどっちもやりたくて、これはいいとこ取りな気がする。ちょっとあんまり今日はそこまで派手なメイクにしないので、ステージとかに出す時はボリューム使ってる。派手なマスカラはしたくないので、このこれも限定かな、ヒロインメイクマイクロマスカラアドバンストフィルム。はい、エティセ多めっていうのをね結構ね見るけどね、そんなこともないっていう。私結構本当にアイシャドウだけでもめちゃめちゃ持ってたりとかして、ビセのアイシャドウとかもめちゃめちゃ好きで、すんごい持ってるの本当にアイシャドウ今こんなにある。まだね単色もあるからまだまだある。だから日によって本当にアイシャドウ変えてます。面白いよねもはやね。限定品あると何か一つは買いたくなっちゃうから。ウズはめちゃめちゃいいんですけど、とにかく液がすっごいついてるのでめちゃめちゃこう出してね、こうもう全方面をこうやってこうめちゃめちゃ液を落としてから使うことをおすすめします。あとこうやってねやってからするのをすっごいおすすめします。あとはあれよ、こういうねコームもすっごい大事大事ですよ。じゃあマスカラを塗ります。マスカラはもう本当にさっき下地でとにかくめちゃめちゃ綺麗にやってるのでペペペッと塗るだけで OK。さらっと下からなぞる感じで塗る。もうなぞるだけ。結構パリパリになってるのね。なぞるよ。なぞるだけ。そしたらこのね私大好きなこのすっごい形のコーム、めっちゃちっちゃいコームで溶かす。もう本当に凄まじい工程を、私下からなんかこの中側からこう入れるとめちゃめちゃ綺麗に溶かせていいんですよ。こう普通はこういっちゃうけどさ、じゃなくてリムーバー、マスカラリムーバーめちゃめちゃ使ってます。じゃないとねあのねの方が逆にね落としやすくて好き。なんかお湯落ちますから使った時はお湯で落ちてくれるんだけどなんか落としづらくて、マスカラリムーバーめちゃめちゃおすすめします。本当に全然手間じゃない。こうねつけまして、ね道具がたくさんある。そう道具たくさんあるのよね。やっぱりメイクし始めてそろそろ8年なのでね、少しずついろいろ学びましてねやっておりますよ。もう毛、私が大事にしているのは毛ということが本当に分かったね。そしたらまた最後に仕上げの
またホットビューラーします。まだ私の目完成してないですこれまだ持ち歩くのは厳選してる、持ち歩くのをねめちゃめちゃ厳選してるんだけど、それでさえもねめちゃめちゃもうどでかくなっていく、どんどん。これはアルティザン&アーティストの、これ結構高かったんですけど、メイクポーチは大きさと形のお気に入りさも大切なので、そう使ってますね、めちゃめちゃ大切に。私自分へのクリスマスプレゼントで買いました。はい、これめちゃめちゃ使いやすいよ。はい、仕上げにもホットビューラー使う。ホットビューラー2回使います。あと10分でいけそう、多分大丈夫で、これももう仕上げのはマスカラでなんか変なところがないかを確認しながらサラサラと、まつげの先のくるりんっていうのだけ、毛先のくるりんだけ、めっちゃ膝上げてるなくるりんっていうのだけ意識する感じで、毛先をくるんと持っていくよ。こうするの、こうすると横から見た時にめちゃめちゃ綺麗なまつげが出来上がる。で下まつげもペッとペペペッとこうしてねやりますよ。あ、今日めっちゃまつげ綺麗にできた、嬉しい。最近まつげ綺麗にできてない時あったから嬉しい、感動してる。まつげめっちゃ綺麗にできてる。やっぱ丁寧にやるってほんと大切。これは結構一日持つ感じなので、本当にまつげ落ちてきたなっていうのがない、本当にこのやり方をやると。一日持ちます、おすすめ。あ、ダマが、はっ、ダマがついてる、悲しい。なんだ君は。あ、オッケーオッケー、取れた取れた、オッケー、はい、オッケー。そしたら、じゃん、キャンメイクのクリーミータッチアイライナー02を使って、アイラインの端っこをこう目尻に沿ってこう引いて、こう引いてちょっと横に行ってから、まさかのアイブロウのこちら側でぼかす、ぼかしやす、するとめちゃめちゃ綺麗な線になります。すごく好き。目尻のこの三角ゾーンから、ちょっと見えないよね、三角ゾーンをこうなぞって、でちょっと目尻に向かってちょちょちょっと書いて、これでぼかす、伸ばすように、伸ばすんですねこれでね、伸ばすのよこれで、伸ばして、はい、綺麗になったね。でこれをラインにして、最近は使っているのがアイプルーフのロイヤルグレージュ使ってます。でこの目尻を綺麗にこうつなげて、うん、オッケーオッケー、オッケー。でもう目頭の、この目頭のちょっとだけこれをつなげます。これを描く、ちょっとだけ目頭ちょっとだけ描く。はい、はい、できた。私の目元完成しました。私の目元でございます、こちらが。アイラインあっさり、お目目強くなったでしょ。でそしたら、最近ちょっと時間内に終わる気がしねえやばい、あと5分。
でそろそろねハイライト兼チーク、これはキャンメイクのパウダーチークス、これ PW42 をここにサラサラっと塗ります。アイシャドウじゃない、アイシャドウも結構がっつり入れてたりとかするのでチークは弱めに、でもツヤっとしてめちゃめちゃ可愛いの。こうハイライト代わりにこう入れて、こうですね、こう入れてツヤっとするの、ほらツッテリって感じ。はい、ハイライトしてないやん、ハイライトし忘れたやん、ハイライトします。 RMK のグロースティック、グロースティックをチューって つけてここ、ここと、プチプラ結構ね多いです、私プチプラばっかり持ってる、こことここにして、ここですね、よく言うね、ここにねつけて、でもうちょっとしたいので最近買ったセザンヌパールブローハイライトをこことここ、鼻頭と口の上して急にめっちゃセカセカで、キャンメイクシェーディングパウダーをダーッと塗って、ここ、もうここ大事、ここと、私はここも大きいので、ね、ここもやって、そしたらここの三角にここに塗りまして、もう気持ちですねこの辺は。はい、セザンヌは新色のミントグリーンみたいなの使ってます。私は最初のパールのやつは使いづらくてというか、買うかずっと迷ってて、でも買わずにいたらいい色が出てくれたのでね使ってますね。で最近はここには入れてちょっとこの辺も最近は入れてみてる。ユーナーモギョンチャンネルのナナさんがすごい入れてたから、この辺ちょっと入れてみてる。そしたらリップは最近お気に入りのがあるので、これケイトのレッドヌードルージュ07番、かわいいの、かわいい、めちゃめちゃピンクを塗って、はいはいはい、かっか急ぎすぎて雑、ピンクを塗って結構かわいい、結構ピンクって感じで、唇のあれが気になる、荒れてる唇が、はいはいはい、こんな感じでどうでございましょうか。ピンクメイク完成、イエイ。でちょっとなんかもうちょっと暗めにしたい気がする、唇クラランス塗ろう、クラランスコンハートリップのこれ何、08ブラックベリー、残り1分27秒、残り1分26、よしできた、あ1時間以内達成しました、1分あと1分だって。というわけで私の結構ナチュラルだけど綺麗に見せたい時のメイクでした。はい、まだまだ勉強中なので、そんなに色味はね出してないですね今日は。ちょっと足してもいいかもしれない。アイシャドウどこやったんだろう、もう切れちゃう、あと57秒、ギリギリね、ギリギリ、ちょっとこれ足してみよう、キラキラ足してみよう、あ可愛い気がする。これはキャンメイクの、キャンメイクめっちゃ好きやなって、アイシャドウとかキャンメイク結構好きで、03、はい、こんな感じで出来上がりました。わっしょー、よかった、初めてのメイク配信どうでしたかね。メイクは大変だと分かりました、ほんとじわる、これ自分で終了しないとさ、アーカイブ残んないとかないよね。可愛くて綺麗、ありがとう、まつげ、まつげを大切にしてるよっていう、あと眉毛ありがとうございました。もう切れちゃう。バイバーイ。